俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫、月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は26日、第83話が放送される。楽しそうに、植物採集、する、万太郎、新木を見た福祉、池田哲夫は、優、う、谷かに、自分の胸の内を明かす。二人が話し込み、いると、暗 大東俊介の肩に乗って、柳の実、取っていた万太郎がバランスを崩して、池に、の時、偶然にも不思議な水生植物を見つける。肩、田辺教授、金目淳は、学校のののみや、亀田義明から、物画家として、万太郎を雇ってほしいと言わ、る。朝ドラ通算108作目、日本植物学の父と称され、牧野富太郎をモデルに、江戸末期から、 昭和の道の時代を生き抜き、明るく草花と向き合い、桁主人公、牧野万太郎の人生を描く。脚本、NHK、流行感房、群青領域、旅やお帰りなども出かけ、他、注目の劇作家、おさだい氏。エ新木の朝ドラ、縁は2007年度前期、どんど晴れ以来16年ぶりに作目。初、縁となる。 男性主人公は20年度前期、エール、久保田、高以来3年ぶり。主題歌は、シンガーソングラターのアイミョンが担当し、楽曲は、愛の花。語は、女優の宮崎葵が務める。